人事に言われてきたのか。 It's been a long time, 先輩。さっきの連中は自分たちが掃除しておきました。じゃあついでにこっちも頼むわ。ケンジ先輩のところにファントムが現れたそうです。知ってるよ、サーチが挨拶された。先輩、俺たちも一緒に戦います。お前ミッション何回出たことあるんだよ。一回もないです。俺、面倒見ますから。逆に、邪魔ですかね。好きにしろ。あれ、ケンジさん、いないな。お前らしっかりやってんのか。頑張ってます。頑張ってますじゃねえよ。だったらちゃんと結果見せろよ。分かってます。でもケンさんの体がそうなったのは敏郎さんのせいです。うっ、本当はお前らなんかに頼みたくなかったんだ。あの人のために死んで俺は骨になりたかった。Thank you.
敏郎さんですか。いいタイミングです。この本好きでしたよね。ありがとな。あの二人役に立ってますか。うん、ものすごくらいだな。マックスはともかく、マサルは初めての実践なんです。だから心配。あのでかい子な、お前よりが役に立ってるよ。先輩や敏夫さんがいた舞台の指揮官だったやつ。敏夫さんが引退したのって3年以上前ですよね。なんで今頃。 See, he's committed a lot of international crime, including genocide. インターナショナルクライム、国際法上犯罪。最強の舞台を指揮した裏で、そいつ最悪ですね。 Yeah, he's a fucking psycho. その一つに子供を使った brainwashing experiment、洗脳実験。それが許せなかった敏夫さんはファントンを裏切って抹殺された。抹殺。本部東側陣で北側8名待機中。安倍総合からです。何て言ってるか分かりません。あいつは俺のものだ。お前は今どこにいるんだ。本当に必要ですか。アビスはゴーストの戦い方をよく知ってる。ああ見えても彼のバディだった男だ。あいつがあらゆる意味で同じだったが、行動の目的だけが違っていた。敏夫さんは生きていたとしたファントムは自らリベンジにしに来た。なんでそんな女がわざわざ来るんですか。それはあのな、ただ俺たちは知る必要もない。かばせるだけだ。あらい、ケンジさん言ってましたよね。戦争は子供や機械を利用するもんじゃないって。許せねえ。敏夫さん、俺も連れてってくださいよ。やっぱあいつらだけじゃダメですよね。俺まだ戦います。敏夫さん頼みます。なあ頼むよ。なあ頼むよ。出てけよ。足手まといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。ケンジ、俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。敏夫さんのコードネームってゴーストだったんですよね。あの伝説のリボンゴーストと何か関係あるんですか。まさか初のパーソンは多分伝説だろ。準備できたか。
物はシンプルだ。俺はこいつでいい。誘拐されたんじゃない。させたんだ。心配はいらない。私は君のおじさんの古い友達だ。おじさんが生きていて私はとても嬉しいよ。どういうこと？おじさんはなぜ危険を冒してまで君だけを助けたのか、なぜだかわかるかい？君の中にはおじさんと同じ血が流れているんだ。やはり彼には見えたんだね、未来が。しかし彼は私を裏切った。生かしておくわけにはいかない。これは戦いではない、処刑だ。あの廃墟に幸がいる。敵が確認できる位置まで3人で行動する。行くぞ。緊張した瞬間に食われる。肉食動物は緊張しない。俺たちは狩りに来たのか？違います。俺たちは狩るものだ。ゴーストは気配を消し、足音も立てずに忍び寄る。発砲は極力抑えろ。銃声は自分の居場所を教えるようなものだ。ターゲットを確実に狙える時だけ発砲を強化する。